ひなチャンネル。今日はダークギャザリング15話感想会で、前回はエイコがキューキューレフトンネルに引きずり込まれ、弥生ちゃんとケイタロウが助けに向かうシーンで終わったね。いわゆる大ピンチね。簡単なあらすじありがとう。トンネルに突っ込む前に弥生ちゃんがいくつかの禁止事項を設定していたな。まずエイコの救出を最優先にする。キューキューレフトンネルは老朽化しているので暴れない。卒業生はトンネルを出て広い場所で使う。老朽化しているトンネルを破壊するほど卒業生が協力ってことね。外まで連れ出せば必ずやれると説明し、救急へ布団ネルへ突入したな。照明のない深夜のトンネルなんて真っ暗すぎて危なくない？うちがキューンたらトンネルに行った時は懐中電灯ないと足元すら見えなかったぞ。水たまりやら猫やらいて危ないから、皆さんは廃墟のトンネルに行く時は必ず照明を持って行きましょうね。いやいや、怖すぎて誰も行かねえよ。私は絶対に行かねえぞ。なんだよつまんねえな。トンネルに入ると早速身代わり人形に異常があり、ケイタロウの目が潰されていたよな。まずは視界を奪い出口を見失わせようとしたわね。こいつは目を潰し足を切り落とし逃げることができないようにしてから目の前に現れた被害者のようにするんだよな。さらにじわりじわりと痛めるとか、こいつ趣味悪すぎ。どう見ても異常者だもんな。そんな状況から弥生ちゃんは鬼ごっこと察し、エイコを助けてトンネルを脱出すれば勝ちと判断。あがく姿を楽しもうとする変態だったけどね。単なるド S の変質者やん。気分悪くなるわ。そんな異常者から逃げるためにトンネル内を走っていると、ケイタロウの名前を呼ぶ声と口を塞がれているエイコが目の前に現れたな。ケイタロウの名前を呼んでいた声は壁に飾られていた人の顔の皮だったな。この変質者の正体分かった。何？ノンフィクションでこんな事件あったの？お前意外とこんなの知ってたんだな。過去の記憶を遡って思い出したのよ。こいつの正体はパーフェクト超人でしょう。ちゃうわ、期待したうちがバカだったわ。後ろから変質者が攻撃し身代わり人形が犠牲に。せっかく弥生ちゃんが塗ったぬいぐるみなのにまたボロボロになっちゃったね。何度でも塗れば蘇るさ。おっと、今のシーン何？顔が見えなかったけどもっかい見せてよ。何か気になったことでもあるか？この人世紀末救世主、しょっちゅう服を破っていたけど自分で塗っていたの？このシーンがあるからそういうことだと思うけど、話がそれたから戻すぞ。それだけで動画作れるんじゃないの？だからこれはダークギャザリングの動画だから戻すって。さすがのエイコも恐怖で足が震えており、ケイタロウが背負って移動することになったな。喜びで足が震えてるんじゃなくて、実は喜んでいると言われてもおかしくないけど、自分が被害者になりそうになったから、いくらエイコでも恐怖が打ち勝ったみたいだな。今度は見えざる手で足元を狙ってくるレフトンネルの悪霊をかわし、トンネル内を走って逃げ出すも、被害者たちが仲間を増やそうとケイタロウたちを捕まえようとしてきたな。レフトンネルの悪霊がさ、うねうねした後に飛んできたけどこれ何？簡単に説明するとメラミーやね。この技はスプリングスナイクでバネバネの実の能力者ってことね。能力者ではないけど同じ要領だと思うぞ。飛んできた悪霊をケイタロウを蹴り飛ばすことでかわすも、さっきの霊が仲間に引きずり込もうと掴みかかる。エイコが塩を撒き散らし振り落とすけど、こんなに動けるならさ、もう足の震えは止まってそうじゃない？あんたわかんないの？愛するケイタロウの背中に密着していたいのよ。好きな人といつまでも一緒にいたい気持ちはそう簡単に終わらせることはできないわ。なんか美しそうに聞こえるけど、この状況じゃ邪魔なだけでしょ。トンネルを抜けた瞬間に襲いかかってきたところ、今度は宇宙人の霊をぬいぐるみから召喚し危機を免れたな。相変わらずスーパーフィジカルな幼児ね。後ろ向きのまま飛んで逃げてるわ。弥生ちゃんが大きくなったらオリンピックでも格闘家でも大成しそうよな。そして卒業生をカバンから取り出し呪いを解放し召喚された純黒金木鬼軍曹杉本来た。確かに同じ帽子かぶっているし、不死身という設定も似てるからモデルは杉本かもな。そんな杉本のモデルは船坂広志軍曹という方なんだが、これは別のお話。なんで解説しないの？調べればたくさん出てくるし需要ないだろ。そんな鬼軍曹を見つけたのは、弥生ちゃんが偶然通りがかった墓前に座っていたんだ。終戦後天寿を全うしたのだが、成仏できず戦時中の姿に戻ってしまう。そして自分に取り付いた霊が周囲の魂を食い荒らすため嘆き苦しみ祈りを捧げていたんだ。そこを成仏させることを条件に、それまでの間は味方にするように交渉したわけか。弥生ちゃんはナンパがうまいのね。いいナンパ師になる素質があるよな。そしてついにナンパされた軍曹の力が発揮される。キューエフトンネルの悪霊の攻撃を軽く防御し、繰り返し何度も攻撃してくるも全てを受け止めていたよな。
さすが幕末の剣士ね。今日はやたら他の作品ぶっ込んでくるな。全部集英社で固めてるわよ。変なとこで気を使うなよ。ちなみに鬼軍曹は昭和の戦士だからな。原作じゃ分かりにくかったんだけど、鬼軍曹の赤い糸と地面の陣がつながっていたんだね。しかも鬼軍曹の動きに合わせて少し陣が歪むのはすごかったな。アニメならではの表現をしっかりと描写していたね。作画に気合入ってて大満足よ。Sトンネルの悪霊の皮を脱がすと出てきたのはハゲたおっさん。やっぱり変態性癖なおっさんだったわ。そんな変態性癖おっさんを煽り、星の探検を抜くことで発動する1段階目の祈り。鬼軍曹は悪霊ではないので呪いとは呼んでないな。でも呪いみたいなもんじゃん。地面に敷いてる目の模様のような陣の中にいる奴らに対し、自分自身の衰弱を相手に伝染させるのよ。傷、飢餓、疲労、睡魔など。そしてどんなに苦しんでも絶対に死ねない不死身を味わわせるの。こんな苦しみは絶対に嫌だわ。衰弱の祈りは3段階まで強さを増し、第1段階目で周囲の霊はこんなになってるもんな。それでもスプリングスナイプで攻撃してくるなんて、さすが S ランクの悪霊よね。この程度で死なないのが不死身の杉本よ。傷は治り、ライフルを取り出すことで第2段階目の祈りを発動させたな。周囲にいた兵の霊は衰弱しきって動けなくなるぐらいになってんな。ピクピクしていて可愛いわ。なんでそんなとこで燃えるんだ。 QF トンネルの霊もプルプルしているけど、お前を燃えさせた霊たちを食らうことで回復させ、スプリングスナイプ界で攻撃してきたな。これバネじゃなくて弓矢でしょ。弓弓の実の能力者ね。そっちのことは忘れて、鬼軍曹は霊のロープで巻きつかれ一撃を食らってしまう。さらにスタスタに切り裂かれ、ボリボリと食われてしまったな。あのモンスターみたいにお腹から出てきたけど、これさ、不死身だからお腹の中で復活し腹を裂いて出てきたってことよね。 QF トンネルの霊の召喚機より不死身の体の修復の方が早かったってことだな。腹の中で修復されるとかさ、他の不純物混ざってそうよね。腹に他の人の指とか巻き込んでいたらキモいよな。想像したくないわ。そして3段階目の祈り、は手榴弾を抜くことで発動。ケイタロウがエイコを助けるため少しだけ巻き込まれ、一瞬で衰弱したことからどれだけ強力なのかわかるよな。私はこのぐらい細い方が好みだけどね。お前の好みなんてどうでもええんよ。戦場で味わった最大の傷、飢餓、疲労、睡魔などが遅い。鬼軍曹にまとわりついていた霊たちも影響を受け、水分を欲しがるあまりに F トンネルの悪霊の血を吸い始めたな。ゾンビに飢えていたから燃えるわ。お前も随分変態やな。祈りに耐えきれず殺してくれと願い、それに応えるように手榴弾を加えさせ爆発するも、鬼軍曹は死ぬことができなかったな。大僧侶なら成仏させることできんじゃない。行き先は地獄だけどね。確かに大僧侶なら強制的に地獄に引きずり込んでくれるな。弥生ちゃんのお母さんを取り戻したら、その選択肢もありかもしれんわ。これで戦いは鬼軍曹の勝利で終わり、ぬいぐるみの中に戻っていったな。その悪霊と弥生ちゃんのやりとりなんだけどさ、一杯殺せるか、二体し、何も約束しないで、まずは休むといい、って返答したよね。手足に釘の刺さったぬいぐるみに封じた後、今まで虐げてきた者たちの苦しみを思い知らせるため、脳天にも釘を刺し痛みを与え続けていたな。身代わりの肉壁として、無駄な頑丈さを存分に発揮するといい。このように言ってるが、今後使うこともあるんかな。単行本ベースだけど、原作ではまだ解放されてないよね。バトルさせる前に弥生ちゃんに襲いかかってきそうだよな。またこいつが襲ってきたらどうやって食い止めるんやろな。ぬいぐるみを封じ込めるしかないんじゃないの。またSトンネルの髪の毛をたくさん抜いて準備できるね。なんでそんなに嬉しそうに発言できんだよ。このサイコパス女が、弥生ちゃんはトンネル内にいた霊たちを被害者なのか加害者なのか仕分けし、部屋の住人の補充として加害者を捕まえてきたよな。 QF トンネルの悪霊を捕まえて、神様にやられた身代わりの補充もでき、一石二鳥の仕事だったわけね。かなり危険な一石二鳥だったけどな。そして A 子の腹に寄生し逃げ延びていたアンナちゃん、自分らの仲間に加えるため車をぶつけようとするも、弥生ちゃんが塩で押さえつける。 A 子は少しの間だけでも友達だったから、この言葉で弥生ちゃんは処遇を A 子に任せたな。 A 子にとっての友達とはよ。それでは本編の感想解説はここまでです。そして原作5巻までの放送が終わったんだけど、単行本5巻の最後には特別編のおまけが掲載してたんだ。オカルト漫画はお祓いに行くのかって質問の回答ね。作者の近藤先生と担当編集の2人で行ってるみたいだね。どうやら事前に神社に予約し向かうらしく、訪問先の神社は神田明神に行ってるようなんだ。ちなみに神田明神は国土経営、夫婦和合、縁結びの神様として崇敬されてるらしいぞ。オカルトとはあんま関係ない神社なので。
うちはこの辺り詳しくないからわからんけど、ある程度の神社ならどこでもいいんじゃないの？あんま適当すぎるとアンチコメント増えるわよ。そやね、気をつけます。そんな神田神社でお祓いを受け、お神酒をいただき、ご診察を受け取ってお祓いは終了みたいだな。神棚や目線より高い場所にお祭りすると良いらしいね。一部しか抜粋していないから、詳細を読みたい人は原作5巻を読んでくださいね。最後に近藤先生の今週のイラストです。今回は鬼軍曹ね。あらま、イケメン。寂しそうな後ろ姿もかっこええよな。それでは本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。